今週はやはり東日本大震災から10年ということで、テレビは各番組特集を取り上げていますけれど、今日はですね、三陸への連絡列車の中で、三陸トレインというリゾート列車をご紹介したいと思います。この三陸トレイン、週末の運行になりますが、東京を6時32分のはやぶさ1号に乗ると盛岡発9時1分発の三陸トレイン宮古号に接続が可能です。私は上り列車の宮古盛岡間に乗車したんですが、かつては三陸トレイン北山崎号という快速列車、三陸トレインの前身ですが、この展望車両が有名でした。そしてサイドには景勝地北山崎の三陸海岸を象徴する風景がラッピングされていて、これも大変斬新でした。現在はハイブリッドのこの車両2両編成で運行しています。三陸連絡鉄道に関して、仙石線あるいは大船渡線、それから、釜石線などを見てもですね、これまで特急列車の運行はなく、この三陸トレインに関しては最も優等な列車の部類になると考えていいと思います。シートピッチも通常の特急列車よりもはるかに広く取られているんじゃないでしょうか。そして両端部は展望車、そしてイベントスペースとしても活用が可能です。上りの三陸トレイン宮古は14時10分に宮古駅を出発しました。宮古駅はかつて宮古線も存在していましたので、三陸鉄道北リアス線と共有する形になっています。そしてこれかつての時刻表の関東の地図なんですが、次の停車駅もいちからは旧岩泉線が連絡していました。お待たせしました。ご乗車くださいましてありがとうございます。この列車は山田線快速三陸トレイン宮古号盛岡行きです。停車駅と到着時刻をご案内します。次は大市です。14時28分に着きます。陸中川井14時46分上米16時9分終点盛岡には16時23分に着きます。列車は2両編成です。次の停車駅は大市です。山田線は 102.1 キロの区間、駅の数は16、つまり駅間距離に換算すると一駅の間隔がかなり長いと考えていいと思います。そんな山田線、今お聞きいただきました通り停車駅はわずかに4駅なんです。4駅で盛岡まで到着する、これは快適さも含めて特急列車と同等あるいはそれ以上と考えていいと思います。なかなか難しい文字ですけど平川と読みます。車窓右側はほぼこの平川に沿って山田線は走っています。四季折々の変化も楽しめそうです。で、一つ目の茂市なんですが、茂市からはかつて岩泉線というローカル線が運行されていました。1日3往復ぐらいしかなかったと思いますので、乗り鉄泣かせの路線とも言われていました。列車は茂市駅の構内に入っていきます。ご覧のように非常にゆったりとした構内なんですね。この広い構内を見ると、茂市駅から岩泉に向かうローカル線の利用者だけでなく、この茂市周辺が物流の拠点であったということが伺えます。廃止された岩泉線なんですが、もう少し詳しく見ていきますと、終点の岩泉駅、非常に立派な駅舎で有名でした。歓迎の文字もあり、近くには有名な鍾乳洞もあります。駅のホームもご覧のように大変立派なものが設けられていまして、特に待合室、利用者の数に不相応な立派なソファーが設けられていました。これは震災から半年後に訪れた岩泉駅なんですが、その震災の半年前から岩泉線は普通になっていたのです。ですから頑張れ岩泉線早期復旧へというこの文字も虚しく、2014年には正式に廃止となってしまったのです。数ある終着駅の中でも岩泉駅の豪華さというのは鉄道ファンの間では大変有名な話で、2014年の廃止の際には多くのファンがレンタカーを借りて駆けつけたものでした。
そして萌市を出て岩泉線との分岐に差し掛かります。で、右の方から岩泉線分かれていくんですが、象徴的な建物がありまして、この先ですね、ここです。はい、この倉庫の右側にですね、岩泉線のレールが伸びているんですが、2018年に見に行った際ですね、完全にレールは撤去されていて、ちょっと衝撃でした。あまりにも早すぎるなと。もう少し行こうとして残してもよかったんじゃないかなと思いました。山手線のレールはそのまま西に向けて平川沿いに走ります。上流に行くにつれてこの川凍結しているんですね。東北地方の冬の厳しさを物語っているような風景ですね。またこの時期もちろん緑がありませんので、何か平川の凍結した川を見ていると、白黒のコントラスト、水墨画を見ているような感覚になりました。まあ、現在3月ですから、もうすでにこういった凍結は解けていると思いますけれど、この際ですね、緊急事態宣言が発令される前の1月の初めでしたので、ご覧のような風景が目の前に展開されていて、これはこれで大変風情があるなというふうに思いました。水深の深いところはですね、凍結していないんですね。このコントラストも非常に美しかったです。ご案内します。まもなく陸中川井です。降り口は右側です。この陸中川井も途中駅なんです。2つ目の駅なんですが、ここはかつて川井村という村だったんですね。現在は宮古市に吸収合併というふうな形になっています。次は上米です。途中川内駅で下り列車という違いのためでしょうか。釜石線の遠野にも似た風景のこの陸中川井を過ぎますと、さらに列車は内陸に入っていきます。もともとこの山田線は 157.5km、 盛岡釜石間を結んでいましたが、震災後宮古釜石間 55.4km は三陸鉄道に転換されました。こうなってみると、山田町の方からしてみると、我が町を通らないのに山田線を名乗っているというのはちょっと切ない感じもするような気もしたんですが、でも JR からしっかりと三陸鉄道という形で鉄道が復旧したのは、まあ大変喜ばしいかもしれませんね。万一山田町から鉄道がなくなってしまったら、相当町の方は悲しい思いをしたことだと思います。いずれにせよ、この山田線、山田町を通らないんですけれど、山田線のままというのが一つのポイントになってきます。山田線を走ります快速リアス号、あるいはかつての三陸トレイン北山崎号などはですね、必ず区境という駅を停車していたんですが、この三陸トレインは通過します。平川と時々お別れをするんですけれど、その山間部の風景というのも非常に美しかったです。車内にはモニターも設置されていて、全面展望を楽しむこともできます。もちろん先頭車両にいて楽しむこともできます。で、当然リゾート列車で展望も良かったら、私も前後どちらかに張り付くんですが、この日はちょっとした事情があって、それが不可能だったんですね。それが最後にご紹介いたします。三陸トレインは間もなく終点の盛岡に近づいてきます。あと5分ほどで終点の盛岡です。盛岡駅は2番線に着きます。降り口は右側です。乗り換え列車をご案内します。東北新幹線上りはやぶさ小町34号東京行きは、新幹線ホームから16時50分、その後はやぶさ112号東京行きが17時7分です。下りのはやぶさ27号新青森行きは16時37分、秋田新幹線小町27号秋田行きは16時35分です。発車番線は2階の新幹線乗り換え口を通りますと表示しておりますので、お確かめください。続いて在来線です。東北本線の普通列車北谷行き5番線から16時29分、
その後一ノ瀬行き7番線から16時55分です。釜石線直通の快速浜百合5号釜石行きは6番線から17時10分です。田沢湖線普通列車雫石行きは9番線17時13分です。花輪線と IGR 岩手銀河鉄道は一旦 JR の北改札口をお出になりまして、1回 IGR 岩手銀河鉄道盛岡駅へお進みください。岩手銀河鉄道ホームからの発車となります。まもなく終点の盛岡です。2番線に着きます。降り口は右側です。本日は山田線快速三陸トレイン宮古号にご乗車くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。アナウンス聞いていただきましたか？そして盛岡駅に到着した後でちょっとしたサプライズがありました。私もこの列車に乗っていたことをラッキーだと思いました。どうやら先ほどのアナウンスをされていた車掌さんがこの日が最後の乗務だったようで、ホームでは多くの同僚の方ですとかファンの方が集まっていたんですね。こういう光景初めて見ました。ということでこの日の三陸トレインの上り列車はですね、先頭車両は撮影される方で、最後尾はですねこの車掌さんにゆかりのある方がいらっしゃったということで、私は珍しく席を立つことはなかったのです。指定席料金530円を追加して乗れるこの三陸トレイン、これはおすすめです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。